はい、こんにちは。今日のエクササイズも体脂肪を燃焼したい方、そして腹筋を割りたい方のための8種目ご紹介していきます。で、今日紹介するエクササイズはスクワット系もそう、腹筋系もそう、背筋系も全身くまなく組まれているのと、全て20秒、間に10秒しかインターバル取らないんで、全4分で終わります。たった4分です。頑張りましょう。はい、じゃあまずロシアンツイストからいきましょう。で、今日腹筋系有酸素系交互にやっていくんで、頑張ってしっかり息を止めないように。で、腰痛くなっちゃうんで猫背にしててくださいね。お腹から力抜かないように。そして大きくひねる。はい、で、次スクワット系いきましょう。膝があまり前に出ないように、痛ければ曲げすぎないように頑張ってくださいね。ここからまたね、腹筋系いきましょう。これも腰丸めておかないと腰痛くなっちゃいますから、猫背にしたまま頑張って。常に腹筋から力抜かないように。で、また有酸素系いきましょうか。はい、頑張って。OK。 はい、次またね、腹筋系に戻ってきます。そろそろ腹筋きついと思いますけど、頑張りましょう。これも吐いて、吸って、腰反らないでくださいね。頑張って。 OK。 はい、次またね、スクワット系やっていきましょう。お尻しっかり意識しながら上げて、反対。できるだけね、足遠くに出してくださいね。はい、でこれまで背筋やってないんで、次はね、背筋やっていきましょう。呼吸しっかり。一回一回お尻にも力を入れましょうね。息を吐いて、吸って、はい、いよいよね、ラストですから、最後腹筋頑張って。できるだけお尻ごと上げましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。一緒にね、やってくださった方ありがとうございます。今日のプログラム、腹筋とね、有酸素系交互にねやってたんで、ひょっとしたらできたかな。はい、はい、といった感じでね、お疲れ様でした。今日のエクササイズ、そこまで強度が強くないので、もしね、できる方は毎日やっても大丈夫なプログラムになってます。もしやってみて
筋肉痛がね強く出てたりした時っていうのはしっかり筋肉痛治るまで休んでくださいね。で毎回ね動画でお伝えするんですけども、続けることが一番大事ですから、こう毎日やろうっていうハードルが高い目標を作ってしまうとなかなかね続かなかったりしますから、まずは時にサボったりしてもやめない習慣をつけていってください。はい、そしたらね結果がね少しずつ出てきますから。あと食事も大切です。僕もね日々やっぱ食事も管理しますし、こういったね運動をしながらね、いいもの食べながらトレーニングもね頑張りながら健康的に痩せていくっていうのが一番いいですから、無理しすぎないで頑張ってください。はい、今日みたいな動画、エクササイズ系の動画が好きであれば高評価の方お願いいたします。あとねチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。はい、それではエクササイズ頑張って、また次の動画でお会いしましょう。